どうも、レオンです。ちょっと緊急にいい動画を撮ってるんですが、まあ、以前からね、まあ、俺はまあ結構可愛い子ちゃん好きですね。女の子が好きなんですね。綺麗な女性が。でですね、まあ、特に最近はアスリートもね、すごく美人が増えてきていいなと思ってるんですけど、特になでしこジャパン、美人が多いですよね。で、そんな中でですね、またですね、なでしこジャパンで、可愛い子ちゃん見つけちゃいました。俺が。はい。なんで、紹介します。今回はね。はい。自分らに。特別園。なでしこジャパン。サンフレッチェ広島、これなんていうの？レディース？レジーナ？どういうチーム名？あ、レジーナって言うんですね。サンフレッチェ広島レジーナ。に所属します。中島、ヨシノって言うんですかね。ちょっと難しい名前なんですが。この子がですね、なかなかの美人さんということで、自分らに紹介するわ。まあ俺もね、全然知らなかったんですけど、この前のなでしこの試合、いつやるかな、E1 かな、E1 選手権の時に、選ばれたんですよね。はい。で、いやなんか可愛いなって。で、可愛いんですけど、これドリブラーなんですよ。だから、4-3-3 のウィングみたいな感じなのかな。なんかこうスルスルってドリブルで、ね、上がっていく感じで、ちょっとフィジカルサイズはね、いわゆる女子って感じで細いんですけど、スピードがあって、めちゃくちゃいい選手ですね。で、かつ、可愛いと、美人さんと来てるんで、もう最強ですね。はい。まあ、俺がセルヒオ・ラモスとかファンダイクであったとしても、逆に抜かせますね。はい。逆に。抜いていってっていう。そのぐらいのレベルの選手ですね。はい。なんで、自分らに紹介しますわ。出身がなんか、どこなんですかね。熊本県。九州ですか。いいですよね。なんとかバイとか言うんですかね。かわいいね。まあでも最近はね、なでしこ本当にあの、可愛い子増えてきてるんでね。まあ、やっぱそういうのも大事なんでね。やっぱりもうプロリーグとかプロ化されてるんで、ただサッカー一生懸命やってますっていうだけではね、お客さん来ないんでね。やっぱそういうビジュアル的にも気を使ったりとかね。そういうことも大事だと思うんで、そういう点では本当になんか、ね、まあ、インスタもありますから、すごくね、なんかこう、おしゃれな感じで、いいですよ。なんかこういうの食べました、遊びに行きましたとかね、可愛らしい女の子で、投稿9件です。まだ9件しか投稿してません。ちょっと少ないかな、吉野ちゃん。もうちょっと投稿しよう。プロなのから。まあ、宇佐美みたいにね、インスタ辞める人もいるかもしれないですけど、まあ、いろんなコメントが来てもね、決してインスタ辞めないよ。インスタ、まあまあ、インスタ、まあ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 、ちょっと量が少ないかな。インスタもうちょっと投稿してくれる？ってな感じで、今回ですね、中島、吉野ちゃんの紹介でした。まあ、これからもね、可愛いアスリートとかいればね、どんどん紹介していこうかなと。まあ俺可愛い子ちゃん好きなんで、どうしても可愛い子ちゃん好きなんでね。まあでも俺の中で今一番アスリートで、そうね、注目はやっぱり、以前も動画ありましたけど、塩谷ゆずほ、そして、ウエストハムじゃない、ウエストハムか、に行った、元日テレベレーザ、読売ベレーザ、なんか忘れましたけど、キャプテンのね、名前何でしたっけ、なでしこのキャプテン。名前が出てこないな。まだ甘いな。全然浸透してへんやんか。なでしこ。キャプテン。誰だっけ？名前が出てこないな。熊谷崎。熊谷崎じゃないのよ。熊谷崎？なでしこのキャプテン熊谷崎？熊谷崎じゃないでしょ。なんで、あ、清水梨沙です。熊谷崎は紹介しないよ。はい、清水梨沙です。清水梨沙もね、インスタあるんでね。皆さん見てくださいよ。癒されますよ、本当に。清水梨沙はなんか、和風美人って感じやね。はい、まあ、そんな感じでね、可愛い子いたらどんどんこれから紹介していこうかなと思いますんで。はい、今回はですね、サンフレッチェ広島レジーナの、中島よしのちゃんでした。ぜひとも、インスタ、見てあげてください。